これは不義の戦だが、やらねばならぬ。この戦いに勝利し、益州を手に入れるのだ。ストーリー多めだった。マジで多め。あ、僕を作るための話だね。レトセ。よし。おわ。え、まあ、ストーリーの方が、まあ、見てえからストーリーだけど、アカウント減らしてくれれば。またやったな、もう。これはめんどくさそうだな、さっきと違って。山登りがあって、山がちょっと行かないと見えないんだわ。あ、ここまだ来たとこ。この木に派生を奪うが上策。精度へ向かう劉備軍の背後を突くとしよう。わしが守る地を攻め落とそうてか。若造め、返り討ちにしてくれるわ。後ろから刺されちゃシャレになりません。まずは花房館の守りを固めるべきでしょう。よし、ここで防御体勢を取るのだ。かの要所を目標とする。いざ進軍せよ。神社の皮をかぶった狼ども、返り討ちにしてくれる。
から攻められることもない。うまいことやってくれましたね。この勝利。皆のおかげだな。体勢を立て直さねば。ベンチクまで下がるぞ。急げ。これ日中だったかな。日中に、あ、まあ、春の見えないと山だから分かるんだよな。ここはある。ちょっとするのは何でなの。ある程度ゲームだからリアルタイムは、あの、ラグ、どうとかそういうのラグみたいな。まあ、全部、まあ、これは初めて本格的にやってるからね。ああ、なるほど。こんなもんなんだろう。ちょっと知らない。まあ、あの人の歴史をちょっと感じました。進軍もこれまでよ。大した気合じゃねえか。止められるもんなら止めてみな。俺たちはここで敵を食い止めるぞ。引き通さねえ覚悟で守れ。なボイロよ、感服いたした。この命、これよりはお主に預けよう。おめえこそ大した腕だったぜ。力を貸してくれるってんならありがてえ。これクリアしたら全部のあれが行きやすくなるのかな。まだ始まったらってなると思ったよ。この勝利、皆のおかげだな。さても豪快な戦ぶりよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。
行くぞ。これより紅葉を攻め落とす。いざ。劉備軍、こうも盛況とは。悔しいが引くしかあるまい。大思い知ったよ、ひよっか。さて、この勢いで九条に進軍してやるぞ。この勝利、皆のおかげだな。やろ、お前ファイル当たりと言って、劉備殿、お一人で活躍しすぎですよ。多いじゃねえよ。やんだけど、俺に保温の機会を与えないおつもりですか。これ本当に変にゲームしてみると、なんかそうでも言ったことはあったりなんか言ったら結構ラグになる。オートランがあんまり機能しないっていう話。でも多分大丈夫だよ。だから多分川を通らないような道で、ここは案が出てくる。案がうまく炸裂しない。足がかりとなる。進め。
あの馬の死体、間違いありません。適路です。奴が侵略者劉備だ。よし、よやれやれ、お前さん、わしをたたったのかい。参ったね。やらなきゃならないことはまだまだ多いってのに。まあいいさ、劉備殿の身代わりになれたんなら上出来だよ。けど楽方派に奉仕を打つなんてちょいと出来すぎだね。やれやれ、しくじったね。劉備殿、あしは休ませてもらうよ。なんたることだ。俺がいながら。敵の痛いところをついておくか。まで敵が、これ以上進ませてはならぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。撤退だ。敵将、討ち取ったり。お見事な武勇、恐れ入りました。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。よし、ここで防御体制を取るのだ。我が大帥、果たしてみせる。敵が追ってきたらと。追いつかれる前に足を落とせ。足を破壊するつもりか。生徒への道、閉ざさせはしない。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
かねえ、急げ。進路は確保した。生徒への道、もはや阻むものはない。この勝利、皆のおかげだな。お見事な武勇、恐れ入りました。よし、ここで防御体勢を取るのだ。この砦には兵器がワンサとある。ここを落とせば生徒攻略が楽になるぜ。この兵器は生徒防衛の要、壊させるわけにはいかない。この兵器を壊せるものか、返り討ちにしてやる。こんなことなら初めから下っておけば。砦の頭を押さえりゃ兵器はこっちのもんだ。これで生徒攻略が楽になるな。この勝利、みんなおかげだな。おお、兄者、あとは生徒を落とすだけだな。行くぜ、おめえらもしっかりついてこい。道は開けたな。これで兵器を使って生徒を攻撃できるぜ。かの要所を目標とする。いざ進軍せよ。よし、行くぞ。拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ。行くぞ。俺たちの部で敵地を制圧する。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。進軍。
ン開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。出たらちょっとわかんない。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。もしかしてだ、もしかして。行くぞ。俺たちの部で敵地を制圧する。兵力で攻撃。そしてね、だったらどうだろうね。あの地の世界は出たら求めじゃないからって言っていいんだけど、ファイナルファンタジーとかこれはやっぱり出たら入れた方がいいんじゃないかっていうことだよ。男性は多分多くやってるから、あの地はね男性は好きだと思うけど、そんなに女性が使わねえだろうって言ってます。エジシビのあれをそれから なんじゃないでも僕キャラでも別に誰も飛んでたんですけど、面はまあいいかも。それはそれか結構ないところあんまり思うこれが一番辛かった。最初の四分制圧は無理だったけど、距離が遠いから。でも今日はいくらでも耐えたな。小耳に挟んだんだけど、メンチクに行く道が他にもあるみたいだよ。不条を守ってた兵なら何か知ってるかもね。話を聞いてみようよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。伝令があちらへ走っていくのを見ました。近道でもあるんでしょうか。向こうに抜け道があるって聞いたような。抜け道を探すために戦いやってるのかこれ。探して生成はい、収穫でいい出会った出会った。
メンチク艦の主兵があの辺りから現れました。どういうことでしょうか。やったね、抜け道発見だよ。ここからメンチクを攻めて敵を驚かせちゃおう。どんどんってな。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。までまだまだ敵は多いようだ。わしが説得し寝返らせてみよう。だが言葉だけでは難しいやもしれん。多少の戦闘は覚悟してくれ。主君の恩義を忘れたか。恥を知るがいい。なぜ敵に、寝返ったのなら容赦はせぬ。北の劉備軍、貴様らに紅葉は渡さん。
ケンガン様まで寝返ったのか。それでも戦うしかない。ゴイとリゲンだね。裏から攻めてさっさと倒しちゃおう。どの道龍将様では益州を保てない。いっそ劉備軍に下るべきではないのか。お前たちの戦ぶりを見て確信した。我らではとても劉備軍にかなわない。覚悟は決まった。私はそちらに下ろう。劉備軍め、やはり攻めてきたか。だが、ここで撃退してやる。ここまでか。やむを得ん。お前たちに従おう。よし、メンチクを抑えたよ。これでかなり有利に進むんじゃないかな。この勝利、皆のおかげだな。楽勝は生徒防衛の要。必ず攻め落とすぞ。続け。大義は劉備にあり、かくなる上は一心に働くのみ。おお、生徒はもう目の前だ。みんな進め。劉将殿、お許しあれ。これも益州のためなのです。
防御体制を取るのだ。落城は落ち、将兵も寝返った。これ以上は抗えぬか。この戦況を覆せるとは思わぬ。かくなる上は潔く降伏しよう。勇将殿、よくぞご決断下された。皆武器を収めよ。生徒はこれより劉玄徳が治める。もはやこうなっては勝ち目はないか。これ以上益州の民を苦しめるわけにはいかぬ。我らはここに降伏する。ここまで追い詰めなければ降伏も選択できなかったのか。真に国を思うのであればもっと早く決断できたはずだ。その決断の鈍さが配下の心を失い益州を失う結果につながった。おおよい補正、それでも民を思い決断してくれたのだ。劉将殿、私はその思いを無駄にはしない。益州の民、必ずや守りきってみせよ。劉備殿、先ほど知らせが届きました。宝刀が戦の中で焼き傷を受け、それが元で亡くなったとのことです。なんだと。ほう、ほうとう、なんということだ。敵はほうとうを劉備殿と間違えていたということです。おそらくは劉備殿の馬を見て取り違えたのでしょう。あの時私が馬を貸していなければ。すまぬほうとう、すまぬ。彼がいなくなったことは私たちにとって大きな痛手です。ですがここで我らは歩みを止めるわけには参りません。分かっている。私たちは宝刀の思いまで背負わねば。宝刀、見ていてくれ。私は必ずこの益州より乱世を終わらせてみせるぞ。